砂地なんですけど、まあ、手前ちょっと砂利って感じですけど、ここはマラクシーっていう場所で、ウィンドとかよく貼られてます。これを変えることで両足とでも風が抜けやすい状態ですね。で、右手を引っ張ると風が取れちゃうので、軽く指で引っ掛ける。前見ましょう。はい、いいですね。余裕ですね。めっちゃ上手くなった。プールを立てる、こういうのがある。ビーチスタートっていうんですけど、スペラップしなくて乗れちゃう。
ございます。今日ここですね、上の5項目だけなんですけど、はい、また自分の終わったのか、勝手もあるやつ、そうです全然両方ある、全然感覚が今日やったのが、だいたいウィンドアビームっていう風に対して前から